大将この店お酒もご飯も本当に美味しいですね。しかも値段も手頃で。お気に。おなにわの人間としてはもう安いって言うてもらうのはもう最高の褒め言葉やな。ちなみに何時までですか？11時までやけど早く帰りたいな。いやそう言わずに11時までならあともう一つだけ悩み聞いてもらえませんか？まあ帰ろうと思ってましたけどいいですよ、はいはい、すいませんいいありがとうございます、うん、今最前列の学生さんで真面目にノートも書いてちゃんと聞いてるんですけどテストやると点数取れないっていうのがあってどうしたら記憶に残る授業ができるのかなと思ってるんですよね、うん、いや私も最近お客さんのオーダー覚えられへんからなまあそれはあの年の問題ねいやいやいやそやけどやなんか聞いたこと覚えるって学生の仕事やんか予習復習ちゃんとやって覚えんかったらそんなしゃあないやんか、まあ、もちろん学生もそういう努力をしなきゃいけないんですけれども、うん、記憶に残りやすい授業これもあるんですね、できるんですか、うん、じゃあ早速なんですけれども記憶力のテストしましょうか、うん、ちょっとやってみましょう、ねはい、15の単語をここに示しますんで、うんはいそれを30秒間示します、はいうん、で皆さんには暗記していただいてその後書き出してもらいます、全然覚えてないわ。15もありましたっけ？ないなかったですよね。ないよないよないよ。あーなんかこんなんあったな、こんなんあったこんなん。あ、思い出した。ダメだ。あかんわ。ネギさんは何個会ってましたか？はい5つです。5つ。6つ。6つ。素晴らしいですね。勝った。ちなみに覚えるときに何か工夫をしましたか、ネギさん？どんな工夫しました？なんかこう都市名とか、うん、食べ物とか、うん、そういうので覚えてカタカナみたいな。似た者同士はまとめて覚えたんですか？はい、そうですね、うん、大将は？そうやね、なんか大阪とソウルって地名やったから、うん、それはパッと頭に入ってね、うんうん、あと食べ物ってなんかあるなと思ったけど、うん、出てけへんね。あ、うん、蕎麦が出てこんかったな。年のせいかな、やっぱり。やっぱ間違えた。何度も今回出てきている情報処理のメカニズムですが、パターン認知が終わって、まあ、どんな話なのかっていう符号がついた後短期記憶っていうところに送られるわけですよね。で今お二人ともですね、似たものは固めて覚えるって言いましたよね、うん、これを、まあ、チャンクっていう言い方をします。まあ、チャンクっていうのはその塊っていう意味なんですけどね、うん、脳の中ではできるだけ覚える負荷を減らすために数を減らそう減らそうとしてくれるわけです。こんな風にして私が皆さんにお見せしたらばもっと記憶力上がったかもしれないですよね、うん、通常授業でですね、皆さんはまあパワーポイント作られたりいろんな情報を学生に提供するんですけども、こんな風にきちんとまとまっているかどうかですよね、うん、あのパワーポイントのスライドってバラバラに情報が提示されがちなんですよね。改めてチャンク化できるかできないかと、もっとできるんじゃないかっていう視点で情報を整理してみるといいかもしれませんね、はい。しかしですね、まあ、このチャンクですけれども今5つぐらいの塊ですかね、うん、例えばでもこのチャンクが126個ありますって言われるとどうです？無理ですよね。無理ですよね、うん。まあ、脳の中でもう短期記憶で、まあ、貯蔵できる量は、まあ、7つ
というふうに言われていることもあります。7つ、はい、これはマジカルナンバーと言われてるんですけれども、うん、まあ、ところがですね、まあ、最近の研究ではこのマジカルナンバーは4ではないかっていう話もあるんですよね。確かに7は私も多いかなっていう気がしますよね。ですので教えるべき内容を、まあ、まずは4つぐらいに整理してもらって、でさらにその4つの中で、まあ、3つなり4つなりにこう分けていくと十分記憶に残るような授業ができるんじゃないかなというふうに思いますね。チャンク化された情報はこの短期記憶というところに残るんですが、このまま放っておくと失われてしまう、忘却されてしまうということですよね。ですので我々の最終ゴールであるこの長期記憶に持っていくためには、何度も反復する必要がある、うんうん、まあ、どんなふうにしたらですねこの長期記憶に残るのかと、これをこれから考えてみたいというふうに思うんですね、うんうん、はい、でこの長期記憶というものは、2種類に大きく分かれています、うん、宣言的な記憶というものと手続き的な記憶というものですね、うん、でこの、宣言記憶さらに2種類に分かれています。意味記憶とエピソード記憶というものなんですよね。意味記憶というものは抽象的な、まあ、概念だとか、学術的な用語ですね、うんうん、ですから、まあ、小中高、まあ、大学でも習った教科書に載ってるような知識というものがここにあたります、うん、まあ、一方でエピソード記憶っていうのは個人的な体験に基づくものですよね、うんうん、私も梅田の夜景の綺麗なレストランで食事した後に、うん、彼氏に振られるっていうのは一生忘れないしね。そういうやつです。そうね、梅田のビルの夜景は忘れないですもんね。そうなんですよね、うん、今ネギさん言ってくれたように実は意味記憶よりもエピソード記憶の方が、うん、まあ、あんまり意識しないでもパッと思い出せるというかですね。むしろ忘れたい、忘れたいですね、うん、長期記憶に残ってしまうっていうそういう性質を持ってます、うん、なのでそうするとですね授業で扱うのは意味記憶が多いわけですよね。何らかの方法で意味記憶をエピソード記憶に変える、まあ、そういう方法を我々考えたらいいんじゃないかなと思います。うん、先ほど、15の単語を暗記してもらいましたけれども、はい、これをこんな風に覚えた人もいるんですね。例えば大阪とソウルで自分の誕生日の日にグリズリーと一緒にまあ何かをしたとかですね。いや、まあそうなんですけど、これ自我の関与って言います、はい、その意味記憶で扱うような知識の中に自分を関与させちゃうんですね。うん、まあ、これが一つの方法です。例えば歴史を教えるときにあなたがまあ16世紀のとある国の国王だった場合にはどんなことをしましたかとかですね、まあ、これも一つの自我の関与だと思いますね。うん、でもね、それやったら数学とか理系の科目やったらどうなの？そうですね、まあ、例えば高校生にこの数式を教えるっていうことを想定して、まあ、この問題解いてみましょうとかね、説明してみましょうと、まあ、これも一つの自我の関与の方法かなというふうに思いますね。あとですね、エピソード化するには、もう一つ有効な方法がありまして、それは講義の中にもですね、短いアクティブラーニングの時間を取り入れるってことですね。例えばこんな風に学生同士で教え合う方法、まあ、これピアラーニングと言ったりしますけれども、まあ、A さんが B さんに教える、 B さんが A さんに教えると、そうすると、まあ、2人で教え合ったというエピソードが記憶に残るということなんですよね、うん、でこの方法はですね、まあ、情報の反復という点でもすごく有効だと思うんですよね。例えばレクチャーをまず1回聞く、そして A さんは B さんに教える、その時 B さんは A さんから教わっている、うんうん、もうこれで、同じ情報を3回繰り返すということになりますよね。でその後さらにこの役割を交代する、そしてまあ復習の小テストを受ける、まあ、こんな風にして、何度も何度も情報を反復するということによって、うんうん、長期記憶に定着するということになります。はい、で同じことを繰り返すというだけではなくて、今のように聞いたり、それから声に出したり、うん、そして人に教えたりと、携帯を違うものを選ぶことによって、まあ、記憶はより定着していくということになるんですね、うん、まあ、脳がいろんな情報が何度も何度も違う携帯で入ってくると、おそらくこれは重要な情報に違いないという判断をして長期記憶に残してくれるということになります。なるほど、はい、
まあ、外国行ったら挨拶とか数字とか何回も何回も繰り返して言うから覚えてしまうよな。あ、確かに。覚えんかったら、物をちゃんと安に変われへんしな。そうですね。確かに。なので、まあ、さまざまな形態で反復を講義法の中に入れ込むことによって、うん、自然な形で記憶に残る授業ができるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、なるほどね。どうねぎしさん、役に立った？そうですね。教えない愛なんかはすぐできそうなんで、授業に取り入れたいと思います。ありがとうございます。最後なんか佐藤さん、ねぎしさんに一言。締めの一言。うん、講義法ってたくさんある教育技法の中でも私は最も習得に時間がかかる技法だと思うんですね。うんうん、講義法を学ぶにはしっかりと周到な準備も必要だし、経験も必要だっていうふうに思います。まあ、単純なように見えてすごく難しい奥の深い技法だっていうふうに思うんですよね。うんうん、料理の世界では大将ね、卵に始まって卵に終わるみたいなことを ね言いますけど、まあ、最後締めの言葉とすれば、授業は講義法に始まって講義法に終わるとお伝えしたいですね。なるほどね。深いですね。深い話、いい話だったね。いい話でした。じゃあそろそろ店じまいなんで、もう終わりですか？あ、はい、わかりました。おいくらですか？1人300万ちょっとありがとう。いかがでしたか？今夜の学者邸のやり取りは、お悩みをお持ちの先生はぜひこちらに足をお運びください。今日はこれにて閉店です。次回をお楽しみに。